滝沢秀明の新会社、戸ついに、元じに、合流を正式発表へ、資金、充電、バングル、匂わせの数々。6月29日の夜7時、滝沢秀明が今年3月に立ち上げた新会社、戸ベの公式ツイッターで、YouTube 制配信が告知された。7月2日の夜7時から行われるそうです。t o b c o n t i n u e b 0 1 というハッシュタグ付きでツイートされており、正体不明の男性が左を向いて座っているサムネイル画像も投稿されました。音楽ライター、イカドウ、タッキーズ事務所が、ついに本格指導するとみられる。このツイートは1時間ほどで3万いねを超えました。そして、発表を楽しみにする声とともに、サムネイルの男性の予想合戦も始まっています。元 V6 の三宅健。 ジャニーズジュニアのグループ全員で対処した、インパクトワーズ、元キング、プリンスの平野耀と神宮寺ゆうタの、とべ、合流は、週刊女性でも基本の通り。その中で、今回発表されると言われている最有力候補が、三宅だ。6月25日には、三宅と滝沢が同時刻にブライドチキンの写真を投稿し、ケンタッキーと話題になっていたが、 配信が行われる7月2日は、んくんの44歳の誕生日なんです。他にもたくさんの、匂わせがあって、ファンの女性、以下どう、充電完了が発表のタイミング匂わせの数々、三宅は、対象の発表時、次のステージへと向かうため、少し充電のお時間をいただきますとコメントしていた。んくんのツイッターのアカウントは、スマートフォンの充電マークのようなアイコンなのですが、前日より、 充電が進んでいるんです。6月28日には10%ほどだった充電が、6月29日には30%ほどになっています。また、プロフィール欄には、44歳まであと3日とも書かれており、充電完了までをカウントダウンしているようにも読めるんです。さらに、サムネイル画像に最大のヒントが隠されているようだ。左手のコート、バングルが映り込んでいます。このバングルが、 ケンくんが昔から愛用しているゴロウジというブランドのものと一致しているんです。テレビ番組やコンサート、雑誌でもよく着用していました。2018年に、滝沢くんとケンくんでフジテレビ系の VS 嵐に出演した時にも、つけていました。なので、このサムネイルの男性はケンくんなんじゃないかなって。三宅の合流は、夢物語じゃないみたい。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。